辻俊郎です。100万本のバラ。小さな家とキャンバス、他には何もない、貧しい絵描きが女優に恋をした、大好きなあの人にバラの花をあげたい、ある日街中のバラを買いました。100万本のバラの花をあなたに、あなたに、あなたにあげる。窓から窓から見える広場も真っ赤なバラで埋め尽くして、女優は真っ赤なバラの海を見て、どこかのお金持ちがふざけたのだと思った。小さな家とキャンバス、すべてを売ってバラの花、買った貧しい絵描きは窓の下で彼女を見てた。100万本のバラの花をあなたは、あなたは、あなたは見てる。窓から窓から見える広場は真っ赤な真っ赤なバラの海。出会いはそれで終わり、女優は別の街へ。真っ赤なバラの海は華やかな彼女の人生、貧しい絵描きは孤独な日々を送ってた。けれどバラの思い出は心から消えなかった。バラの花をあなたに、あなたに、あなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして、100万本のバラの花をあなたに、あなたに、あなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして、100万本のバラの花をあなた、あなたに、あなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤な、真っ赤なバラで